ラボだった苦しみや。こんばんはでございます、憎しみレコーズからお送りしておりますプライベートカーセックスラジオ第10回、でございます、今日は2021年、2月6日土曜日でございます。先日ね、緊急事態宣言の延長みたいなものが報道でなされておりましてね、ちょっと近況なんですけど、先週末からちょっとね、家族が発熱いたしましてね、でね、まだ子供で小さいんで、かかる看病をみたいなことで、ちょっと1週間もうバタバタしておりました。でいろいろね、子供なんでね、風邪はひくんですよ。この辺りは何しろこういうご時世だと言ってもね、子供っていうのはもうとにかく熱出すもんですね。でももちろん心配がありますからね、いろいろ気をつけながら生活をして、一応ご報告ですけどもね、 PCR 検査も受けまして、無事に陰性で、ございまして、もうねすっかり元気になったので、やっとこうね、なんとかこういうことがね、今のご時世だとね、いろいろ言うことがはばかられたりね、そういう空気を変えていかにゃならないと。それは我々ね、いい年こいた大人のね、やらないかん仕事だと思います。ケイクマガです、よろしくお願いします。それでね、緊急事態宣言が延長されたことによりまして、来週俺ライブがあるんですよ。ちょっと調べますね。ラジオじゃない、ライブがね、2月の14日バレンタインデーでございますね。日曜日、にね、八幡のデルソルで行われます。こちらはね、シンガーソングライターの高橋プランクトン主催、矢印たちというイベントが、八幡のデルソルで、行われます。でね、一応もちろんね、その主催者の、プランクトンと連絡を取り合いながら、何しろこういうご時世ですから、いろいろね、どういうふうに、運用するのか、で、はたまたね、この緊急事態宣言下でのライブなので、そのあたりもね、いろいろと気にしながらでございますけれどもね、何しろこちら2月14日デルソル、八幡のデルソルで、催されます矢印たちというイベントに出演、ということになってて、もともとはこれね、18時30分オープン、それから19時スタートというふうに、予定がなっていたんですけれども、そのね、かかる緊急事態宣言の延長に、伴いまして、時間の方が変更に、なっております。変更後の時間がお昼だったんでね、これ、はい、2月14日日曜日デルソル矢印たち、こちらね、会場が15時、それから開演が15時30分に変更になっております。こちらデルソルさんはね、これまでにもそういうふうな感じで、時間を繰り上げて15時からの
ライブというものをされているそうで、でまあね、プランクトン曰くね、ゆっくりみんなで時間を使いながらね、でライブ終わっても8時前には終わると、夜のね、うん、でなんかそれがすごくいい感じだったんですよっていうような感じのことをおっしゃってましたんで、なるほどなと。まあ日曜日だったら逆にね、時間が早いっていうのはいいのかもしれないですね。次の日ね、お仕事の人もありますからね。というわけで2月14日日曜日、八幡のデルソルカフェで行われます、矢印たち、出演がですね、高橋プランクトン、それからヨリさん、で俺ケイクマガワ、ダーオカさん、笠上さん、ミカカさん、というメンツになっております。投げ先生になっております。お時間合います方、ね、それぞれの生き方、感染対策、で自分のルールを、しっかり守っていただきながら一緒に時間を過ごすことができれば、幸いだと思っております。よろしくお願いします。ケイ熊川です。はい、で前々回から、こちらプライベートカーセックスラジオでは、今年10周年、活動10周年を迎えますケイ熊川がこれまでに作った音源を、初期作からここでかけながら、そこにグダグダこれ作った頃どうだったのかみたいなオーディオコメンタリーを行う、放送をしております。お送りしております。でね、最初の EP1 サニー、それから前回、EP2 PNKLLR、というものをお送りして、で今日第3回、EP3 これ This Machine Kills Hippies EP っていうタイトルの音源について、やりたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと音源を、変えてみましょう。これはね、2015年、10月7日にリリースしておりますね。確かこれね、だからあれだ、俺の5年前なんで、40歳の誕生日、俺のね、俺が40のおっさんになる記念のライブを行って、そこでライブ会場で、無料配布した音源だったと記憶しております。ちょっと、聞いてみましょうかね。 This Machine Kills Hippies、聞いてみましょう。かかるかな、かからんけ、かからんのけ、こうか。This Machine Kills Hippies EP っていう、音源のタイトルトラック、This Machine Kills Hippies っていう曲ですね。この曲はね、もともとね、おそらく2012年あたりにはできていた、確か最初はね、ヘルメットブルースっていう曲だったと記憶しております。でね、ライブでもやってるんですよ、当時。でそれを解題して、ちょっと曲の感じもちょっと変わって、でバースの部分の歌詞なんかは当時ヘルメットブルースの頃のままで、そこからいろいろ手を加えてこの This Machine Kills Hippies という曲になってます。
で、そうそう、だからこの頃ね、This Machine Kills Hippies っていうコピーをギターにね貼り付けているんですよ。エレクトリックギターには、紙にプリントしたものを貼り付けて、アコースティックギターには、マジックでゴリゴリとこのロゴを書いておりまして、それ今消しちゃったんですけどね、そっちはね、でそうですね、これはもちろんそのウディ・ガスリーがね昔ギターに書いていた、This Machine Kills Fascist、というコピーのね有名な、ものがありましたけれどもね、まあそのような、はい、感じですね。このね、This Machine Kills Hippies EP っていう3枚目の音源は、これはね、だから結局、この次にね、2曲目にね、ジャガーノートベイビーっていう曲が入ってるんですよ。で、これが、これを作った当時は唯一新曲だったですね。もうすぐかかるのか、まあもうちょいか。でこのジャガーノートベイビーっていう曲はもうライブでもずっとやっている、今でもやってる曲でして、でもちろん新譜のニューアルバムのプライベートカーセックスにも入ってますけれども、この曲が入っている音源なんですねこれね。だから要はジャガーノートベイビーを作って、それが1曲目じゃない、っていう感じにしたかったのかな。あのね、あ、次かかるか。こういう中野とね。今聞くとすごくなんて言うんだろう、まだ今と違っていて、アレンジ周りがすごくシンプル、歌い方もすっと素直で、あまりこう抑揚を大きく切り離していない、これはこれでなるほどなと、でね、これ録音状態が割と気に入っております、このジャガーノートベイビー。そう、このね、This Machine Kills Hippies EP っていう音源は昔ね、今ない、なくなっちゃったんですけどね、西陣近くのソハラかな、あそこにありました、なんだったっけ、バードランドだったかな、っていうスタジオ、楽器屋さん、スタジオがありましたよね。一部屋しかスタジオがない小さな町の楽器屋さんが、いいお店があったんですよ昔ね。今はやめられたらしい、いいです。そこがね、昔俺ソハラに住んでたんで、もう家から歩いて 1、2分ぐらいのところにスタジオがありまして、なんでね、この音源は全部そこで撮ってますね、でね、スコール音がよく取れるんですよあそこ、なんで惜しいことしたなと思って出ますね、俺にとっては一番、取りやすい、自分の手持ちの機材でいい状態のドラムスが録音できるスタジオだったですね、バードランドよ永遠に、ありがとうございました。これが作れたんでね、はい、ありがたいと思いますね。それからね、一応この
オーディオコメンタリーのシリーズとして今まで作った音源をしつこくやっていこうと思ってるんですけど、実はこの3枚目 EP3 の前にペインキラーとの間にライブ版出してるんですよ。でこの EP の次にももう一枚ライブ版出してる。当時ライブ版を面白がって作ってたんですね。ライブを録音したものをきちんと、CG して、オフィシャルブートレグっていう形でライブ版を何枚か今までに出してるんですけど、でそのねライブ版については、このオーディオコメンタリーはやらないと思います、で、この YouTube のチャンネルにアップしているケイクマガワの憎しみレコーズアーカイブと称してこれまでに作ったその EP やシングルの過去作についてはフルで聴けるようにそれぞれ音源ごとにねアップをしてるんですけど、これも同じでライブ版については、アップをしておりませんで、でこれもねなんでかっていうとライブはねライブ版として一応形に残すっていうことにはまあ意味があると個人的にですよ俺は思ってるんですけど、それをネットで誰もが聴ける状態に俺自身がするっていうのはライブその日ライブに来てお金使ってねあの時間を使って足使って来てくださってる方に悪いなと思って、なんでそういう理由から、ライブ版については、自分で YouTube にアップすることは避けてますね。はい。3曲目、憎しみ in the air という曲が、かかっておりますね。これはすごく古い曲です。これも最初期の曲だと思いますね。なんでこの曲があったから、ケイクマが私がやっているこのね。自主制作レーベルの名前が憎しみレコードになったのはこの曲が先にあったんですね。憎しみ in the air っていう曲があったから憎しみレコードになりました、これまたね当時自分の自主制作レーベルの名前を憎しみレコードにするっていうようなことで出した時にねいろんな人に止められたんですけどまあ俺も止めると思いますけど聞いたらね、ただまあこれはねいろんな意味が、あるんだろうと思います。意味が変わってきてる部分もあるしね、レコードって記録っていう意味じゃないですか、媒体としてのレコードもあるけど記録憎しみを記録するそれは俺最初は俺が世の中に対する怒りとか憎しみをまき散らす目的だったですよがありましたよ最初ね。それからねいろんな人と出会ってやっていく中でもちろん亡くなったりはしませんよ人並みにね、でも世の中にある憎しみの形というのもたくさん目にするじゃないですか、なのでこれは俺がそれをその世の中に世界にある憎しみを見て、それを食らってしまうことによって俺が感じたものを記録していくっていう媒体になるんだっていう意味になっていますね今はね、憎しみ in the air でございますね。そうなんでそうねさっきの話だとライブ版もね、これが今かかってるこの This Machine Kills Hippies EP は、2015年の10月に出ていてその前にはね同じ年2015年には、オフィシャルブートレッグボリューム1としてゲイ熊川ライブというものを出してますね、でその後にもね、1ヶ月後か2015年11月にも、だからこれあれだね This Machine Kills Hippies EP をリリースした日の
レコ初ライブ、10月7日の誕生日に俺がやったね、のレコ初ライブを録音したライブ版として、これ誕生日にやったからということで、生まれ年の1975っていうライブ版を当時作ってますね。これ結構良かった記憶があるな。この辺りもね、まあね、当時先ほど、述べさせていただいたような理由でライブ版についてはネットにアップしてなかったりっていうようなことあるんですけどね。ただ今この辺のライブ版も全部廃盤になってるんで、廃盤になってるんでってお前が作ればいいじゃないかっていう話なんですけどね。えそんな5年前のライブ版を、それはもうね、俺が星になった後に誰か持ってる人が量産してください、俺の音源勝手に焼いて売ったり配ったりするの俺全然 OK なんで、そうですね、この辺りもね、こんだけ時間が経ったから、ね、5年か10年か寝かせばネットにアップしてもいいかもしれないですね、どうでしょうか、なんかなかなかきちんと除波球つけて緩急、起承転結、のようなお話は難しいです ね、ね、でもそんなのうまく話してもね、俺がね、いろいろあります。イスマッシンキルズヒッピーズ EP はジャケット結構かっこいいですよ、ディスコグラフィーサイトのね、ディスコグラフィーでちょっと 見れるんで見てみてください。そうそう、この時あたりからかな、2015年か、この頃あたりからね、一時期名前をライブやる時も K 熊川 is dead、に改名してますね、当時ね。なんで音源の表記も K 熊川 is dead になってます、これもね、だってニキシミレコーズっていう自主制作レベルやってるやつが K 熊川 is dead って名乗ってる状態っていうのはもうかなりのデスメタルじゃないですか。なんで行く先々でね、こういろんな先輩とか、ね、箱のマスターとかから、どういう意味なのみたいな、どういうつもりなのみたいなことは、聞かれることが当時多かったですね。ね、ニクシミレコーズについては先ほど述べた通り、ケイクマガワイズデッドについてはね、これ T シャツも T シャツにロゴで作るとほらいい感じじゃないですか。通り T シャツ作ってるんですよ、ね、これその T シャツも機会があれば復刻したいと思ってるんですけど、ケイクマガワイズデッドって書いてある T シャツをね、女の子が着ている状態はいいなって思うんですよ、そういう感じですかね。ケイクマガワは死んだって、あとはね、当時方便で申し上げてたのはやっぱりね、俺若い子至上主義者ですから、若さはやっぱりね、ロックについて言えばね、財産じゃないですか、若いっていうのは才能じゃないですか。なんでね、若い子たちに、なんじゃあの老害と、偉そうにしやがってと、かっこつけきれてねえぞと、あいつはもう死んでるって言われるぐらいになりたいなと思って名乗っております。今でも正式名称は K 熊川 is dead でございます。あざすあざす、そういうものを気を吐いてやっていたんですね。2015年ですね。ねえ、どうなんでしょうね、この辺難しいですよ、ね、今俺45になって気を吐いてやってるつもりどうなんだろうね。この頃のようなもっと熱量なんつったんだろうね、この頃のようにもっとねえ、ある種の
攻撃性のようなものをもっとこう打ち出した方がなんかあロックだなパンクだなって皆さんに思っていただけるのかどうか俺は分かんないけど、このご時世ねやっぱりさ俺が思うのは本当のはみ出し者の人たち、本当の弱い社会的にところに追いやられて上から見えないように蓋をされている人たち、自分も含めてね、そういうものに寄り添うところにいないとこういうことをやる意味は俺はないと思っているので、かわいそうがありたいわけでもねえし、なんかかといってなんか頑張って上に行けよっていうこと自体にあんまり興味がないんですね。上ってどっちって思うじゃないですか、ねえ、そこの拮抗というのは、あ、終わっちゃった。ねえ、なかなか難しいですよね。ということを最近も考えますけども、世の中で生きていかねば、ね、世の中に全く関係することなく生きていくことは今の自分には難しいと。はたまたであるならば社会を構成する人間の一人としてその社会の中で生きるんなら、これとこれとこれとこれは飲むべきだという議論というか義務と言われるようなものですか、そこをね、社会が嫌いなら社会と関係ないところで断絶して生きていけばいいじゃないね、日本が嫌いなら別に外国に行って暮らせばいいじゃないみたいなものの言い方あるじゃないですか。言っていることはわかるんですけどね。なんでね、俺そこについてはね、ある一定の結論が出てるんですよ。その、あえて言いますけど、自身の反社会性についてもね、こっそりグラデーションの中でじわっと侵食して生きていくんです、俺は。隠れてやっていくんだけど、こういうことやってると人前に出るからね。そこをあくまで一つ一つ、これは1、これは100、決めないですね。グラデーションの中できちんと自分を通せるくらいには頑張れるんじゃないかなと、自分に対して期待しているというよりも、なんだろう、真面目な話、自分よりも後の世代の方ね、自分のガキも含めてね、そういう人たちに対する一つの責任としては俺はこうかなと。何のこと言ってるか分かんないですかね、すいません。難しいんです、全部言っちゃうとね、ねえ、そういう感じで、今日はケイ・クマガワが2015年にリリースいたしました、3枚目の EP、This Machine Kills Hippies EP、 これをお送りいたしました、ね、この音源も、YouTube の方でもね、あのフルで聴けるように、動画としてアップしておりますので、概要欄の方にも、リンクを貼っておきます。よかったら聴いてみてください。ありがとうございます、ライブ、来週ライブやります。よろしくお願いします。ケイクマでございました。あざっす。